イエス様あなたを知り、本当に神様につながれるこの恵みは、恵みと特権は何にも変えられない素晴らしい、本当に恵みです。主よ、神様どうぞ今私たちの、心からの叫び、心からの祈り、そして心からの礼拝をあなたが受け取ってください。主よ、私たち一人一人が主よあなたの子として主よ本当にあなたに名前を呼ばれて今ここに御前にいます。主よどうぞ私たちが主よあなたの思いに主よ御心にかなうものとしてまた祝福してください。お願いします。今、本当に私たちの愛する兄弟姉妹、今いろんなところに使わされていますけど、特に水野先生、泉先生のことを覚えます。日本にいますけど、どうぞこの日本での、滞在が主を大いに祝福されますように。水野先生、泉先生を主はあなたが安全を守り、そして健康を守り、一つ一つの工程を守ってくださって、主を豊かな恵みが主を2人に注がれますようにお願いします。そして本当にあなたがこの地に2人を送ってくださっていることを心から感謝します。どうぞ2人がたくさんの恵みを受けて、愛に押し流されて、本当にバンクに、キャンモアに、ゴーバレーに、また本当に行って宣教の意欲に燃やされて帰ってくることができるように助けてください。そしてまたアナ先生や、水野先生、マジョリ先生、そして神の国の、家族のとの、交わりを祝福してください。お願いします。良き家族との交わりもありますようにお願いします。主よ、今日また多くの兄弟姉妹が、いろんなイベントで、いろんなところに使わされたり、そしてまた、神様、子どもたちも出かけていますけど、今日は本当に少ない人数での礼拝ですけど、主よどうぞ私たちの兄弟姉妹もあなたの愛に見てで守ってください。その場で本当に神様に心を注ぎ祈り、礼拝することができるように、一人一人を主を憐れんで、私たちの受けるこの恵みをそのまま受けることができますようにお願いします。そして今日、メッセージを語るケビン先生、主を本当にこのゴスペルの教会の、主任牧師として、主を忠実にイエス様に従い、主を聖霊様の主を歓迎し、牧会されているケビン先生を主をありがとうございます。今またちょっと風邪をひいて喉が痛んでいますけど、主をどうぞ語るときにまたあなたの癒しがありますようにお願いします。そしてケビン先生、そしてグルゴスペル教会の人たち、またケビン先生の家族を、主よあなたが本当にあなたの愛で包み、主よまたいつもいつも一つとなって、主を前進することができますように祝福してください。神様、あなたの恵みは本当に溢れています。そして私たちは本当にこの愛を、語らなければなりません。主よどうぞ私たちがまた今日メッセージで力を受けて、この1週間もあなたの御言葉に立って人々に語っていくこと、そしてまた態度で表していくこと、主よあなたの光を注ぐことが、愛を流していくことができるように私たちを強めてください。私たちの唇があなたへの賛美と喜びと感謝であふれますように、一切の不平不満や、そしてつぶやきを取り除いてください。イエス様の皆で主を本当に清めてください。私たちの願いは本当にあなたにあって、主をイエス様のように変えられていくことです。どうぞ私たちを清めてください。この礼拝を本当にありがとうございます。この恵みは本当に心から感謝し、すべての栄光が主イエスキリストにありますように感謝して、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。感謝します。賛美続けていきます。スティリーを賛美したいと思います。
Thank you.
から祝福が本当にあなたの翼の下に本当に囲まれてください。そして私自身また春場所をこの言葉をかけてください。そして本当に私たちをまた心ごとに守ってくださいますから感謝します。本当に主よ、あなたが私たちの望み、イエス様、あなた以外私たちの歩み道はありません。あなたの道であり、信念であり、命であること、本当に私たちがあなたの道に、そして命に